フィリップ・シャルボノーはフランスのプロダクトデザイナーである。ランス出身。主に自動車やトラックのデザインで有名だが、そればかりではなく、テレビセットのような他の製品のデザインも手掛けた。彼の作品の多くは、現在パリのポンピドゥセンターやニューヨーク、近代美術館などに展示されている。シャルボノーは自動車のデザインに傾注し、多くの工夫に富んだ試作車を残している。彼の死のわずか2年前に発表された試作車エリプシスは、今でも新鮮かつモダンである。シャルボノーは、ルノー、フォード、ドライエ、ベルリエ、ブガッキ等のメーカーのデザインを担当した。シャルボノーの有名な作品には、テレビアパノラミック3テレビセット、ルノー8、高級ファミリーカーの最高峰であり1965年のヨーロッパカーオブザイヤーを受賞した、ルノー16がある。彼には、レースカーや40台のオートバイを含む160台、近くのヴィンテージカーの個人コレクションがあり、1985年に設立されたランス自動車博物館の元となった SCAR に寄贈された。ありがとうございます。